はい、今日ですね、伊藤亜星っていう方の書かれたデジタル化する新興国、先進国を超えるか、監視社会の到来かっていう、そういう本です。で、この方は、中国とか東南アジアの経済を、ずっと見てきた、方のようです。で、はい、次お願いします。著者は、そこに、プロフィールがありますけれども、今年のですね、読売、吉野作造賞っていうのを、この本で取っているということです。で、やはりアジア経済についての、専門家ということですね。はい、次お願いします。で、実はですね、僕の関心としては、なんで日本がデジタル後進国になってしまったんだろうかっていう、そういう関心があったんです。この左のですね、表があるんですが、これを見るとですね、日本は、2019年に23位だったものが、2020年に27位に、落ちているんですね。で、この表は、スイスの国際経営開発研究所っていうところが、出しているものですけれども、世界のデジタル競争力のランキングっていう形で、出した表です。で、いわゆるその日本でですね、この、コロナ禍にあって、行政機関がデジタル化対応ができないということが非常に明らかになったということですね。で、いわゆる日本は、デジタル後進国だったと。で、確かにデジタル化には、いい面と悪い面があるというふうに言うことですが、今後の日本のデジタル化ということを考える上でですね、今急速に進んでいる新興国アジア、アフリカの、デジタル化の動きというものを、それから抱えている課題っていうものを、この本を通じて、見ていきたいというふうに思いました。で、この本の冒頭でですね、いわゆるその紹介されてるわけですね。想像を超える新興国のデジタル化っていうんで、例えば、これ著者の体験だと思うんですが、インドの国際空港で、アメリカと全く同じようにスマホでウーバーを簡単に利用できる。それから、街中にはですね、もう非常に低価格の移動手段として、スマホで呼べるコネクティッド三輪バイクというのが、あると。非常に、価格が安く、利用できる。それもスマホがあれば、全部、それで、呼べるというふうなものですね。それからもう一つ紹介されたのが、これ中国の、遠隔医療です。で、保険会社が、提供するオンライン診療サービスっていうのが、中国の、いわゆる、山間部っていうんですかね、比較的山間部とかそういうところで、利用されるっていうふうな、話。それからもう一つは、アフリカでですね、ベンチャー企業の、イベントっていうのが非常に盛んに行われていて、プログラマーを目指す若い女性たちが参加しているという話があります。この辺はですね、全く新しい、そういうことが起こってんだというふうに、受け止めました。で、この本自体はですね、一つの課題として、その新興国のデジタル化の進展っていうものを、新興国、途上国の、これまでの系譜に位置づける。しかし、デジタル化には、いわゆる可能性、それから、
と同時に、まあ、脆弱性っていう両面があると、まあ、それをまあ検討するということですね。がもう一つは、あの新興国のデジタル化の潮流の中で日本に求められている取り組みっていうのはどういうものなのかっていう、まあ、そういうことがまあ一つの、あの問題として課題としてあるということです。で、いわゆるあの戦後日本は先進工業国としてアジア諸国にまあ投資して技術系経営のノウハウをですねずっと提供してきたと。またあの日本の工業のアジア移転もまあ進んだと、まあ、そうした中で、まあ、中国アジアはまあ所得水準を上げていってですね、中間層が新たな消費主体になると、まあ、そういうことがまた注目を集めたと。で、いわゆる新興アジアっていうものが登場してくると。で、まあ、その中で、その新興アジアの中で、まあ、研究開発の水準も高まり、都市化、中間層の台頭が見られるようになってくると。で、2010年代に以降になると、今度は新興国にもデジタル化時代がまあ到来するということですね。で、新興国のデジタル化に、そのこれまでのまあ日本の開発援助提供者、あるいは先進工業国、あるいは課題先進国、まあ、課題というのは少子高齢化、あるいは成長率の低下、低下とか、まあそういうこと、その日本の果たすべき役割というのは何なのかというふうな、まあそういう一つの課題意識が、他にはあるように思います。で、この著者には、まあ、一つの仮説としてですね、新興国のデジタル化っていうのは、可能性も、あるいは脆弱性も、そのいわゆる先進国と比べると、増幅される。まあ、これが彼の、著者の、一つの仮説ですね。デジタル化の、まあ、直接的な効果としては、まあ、検索とか情報アクセスの改善、あるいは自動化技術の普及、それからプラットフォーム企業の台頭がもたらすリスクの管理と信用の喪失、一部新興国に見られる圧縮された発展から急速な導入と普及が進む可能性がある一方です。ですね、デジタル化社会が、先進国よりも、いわゆる新興国が急速にその進むかもしれないって、まあ、そういう要素も含んでいると。と同時に、その新興国に多い、まあ、人口大国ですね、まあ、中国とインド、それからインドネシアっていうような国では、まあ、ユーザー数がまあ非常に多いと。だから、まあ非常に巨大な潜在力があると。と同時に、また権威主義的な体制に見られるような脆弱性も非常に深刻だというふうな、まあそういう両面ですね、があると。で、もう一つ、これまでの、これはまあ、経済学者としてですね、アジアを見てきた人間として、そういう視点を持っているということだと思うんですが、まあ、新興論、いわゆる、工業化論っていう、まあ、そういう、まあ、考え方に、その、なんか新しく、なんか新しいものが付け加わるか、あるいは、今までの一つの、その工業化に向けての考え方、店舗、進み方っていう、それをもう一度検討した方がいいんじゃないか。その視点で、今のデジタル化っていうものをもう一度、見直した方がいいんじゃないか。まあ、そういうような視点が、著者にはあるように思います。で、戦後、東南アジアの工業化が果たしてきた、まあ、ポジティブな面として、注目されたのは、平等化に伴う経済成長だったと。しかし、経済社会のデジタル化は、自動化が進展するということから、雇用創出力が、限定されていると。そこで、所得格差が
拡大する可能性があるっていうわけですね。いや、工業化の時代の方が平等化が進んだっていうこと、逆にデジタル化が格差が大きくなる可能性を含んでると、まあ、そういうこと。それからもう一つ、先進国のプラットフォーム企業の強い影響力を受けますか。その新興国の企業と、まあ、ユーザーが不公正な交易条件に直面する可能性があると、まあ、そうした指摘ですね。とこれも著者の一つの考え方で、デジタル技術によって新興国の経済、社会、政治の地殻変動が起こるというふうに今、著者は見てるわけですね。で、プラットフォームによる信用の喪失って呼んで、結局今までにない安全と信用っていうのが、このデジタル化技術によって生まれてくると、そのいわゆる売買を成立させる、まあ、決済サービスを提供することで、まあ、個人間の、まあ、信用を喪失すると。で、例えば、まあ、スマホからタクシーを配車する、ライドシェアサービスというのが、まあ、東南アジアなんか普及していると。で、アフリカなんかではモバイルマネー、これ銀行口座がなくてもスマホを利用すれば高額でない、まあ、定額の金融サービス、融資やなんかも受けられるというふうなことですね。それからもう一つ、これはオーストラリアの、フリーランサー.com っていう、こう下にホームページをちょっと入れといたんですが、これ個人が海外に仕事を発注するといった、まあ、フリーランス経済っていうのが、まあ、東南アジア含めて広がっているということですね。で、この仕事の内容としては、まあ、ホームページの作成だったり、翻訳であったり、あるいは、構成から、まあ、ソフトウェアの開発といったものがですね、超えて仕事の、フリーランスの仕事が、まあ、やり取りされるというふうなことが、まあ、あるということですね。それから、これも、まあ、地殻変動の一つなんですが、ベンチャーによる下からの、まあ、課題解決っていうふうな、ことで、これエチオピアのベンチャー企業が、これは首都のアジスアベバには、ベンチャーを育成するインキュベーション施設っていうのがあると。で、まあ、そういうところでですね、大卒のその技術者が2人で、まあ、起業する、いわゆる会社を起こすと。そして、医療業界に向けてのそのサービスに、まあ、デジタル技術を使ったサービスに取り組むというふうなことが、まあ、起こっていると。あるいは南アフリカの精密農業とスマート漁業っていうのが紹介されてますが、まあ、ドローンを使って果樹の育成状況の把握、あるいは漁業では漁法、捕獲量、あるいは GPS による漁獲記録、そういったものをデータ化して、それを利用するといったことが行われていると。まあ、こういうことは、まあ、日本でも個別に見れば、行われていることだと思うんですが、まあ、そういうことも今もう普及しているということですね。から、中国の、物流では、まあ、アリババ傘下の、これ、ザイニャオっていうんですかね、は、まあ、宅配、をせずに、ラストワンマイル、こう、じゃあ、自宅に送り、届けるところを、人手を省いてですね、取りに来てもらうっていうふうな形で、その問題を処理しているというふうなことが、まあ、紹介されています。それから、アフリカのテックハブ、いわゆる、デジタル経済の、企業支援をする拠点を作っているということなんですね。で、公的機関のそのインキュベーションセンター、それから投資家がオフィス
スペースを、まあ、提供する、あるいは経営のアドバイスを、まあ、する、そして、まあアクセルレーターが、それをいかにこう支援するような形を作りながら、その、新しいその起業をする若い、デジタル、で起業する人たちを、まあ育てようとしているということですね。で、まあ、テックハブっていうのは、ナイジェリア、南アフリカ、そのエジプト、ケニア、などに、まあ、そういうことが、まあ、行われているというふうな話が出てきます。それと、やはりこれも、まあ、地殻変動の一つですが、その技術革新から社会革新へっていうふうなことで、一つは、まあ、SDGs ですね。これは2015年の国連の持続可能な開発目標、17目標が確かあったと思うんですが、その中にデジタル化が非常に含まれているということですね。ですから、デジタル化によって、まあ、社会革新へとつなげていくと。それからもう一つは、まあ、金融包摂、農業振興ということで紹介されていたのが、まあ、中国の金融デジタル化ですよね。が、農業振興、これも、やはりデジタル化を促進するような形での農業振興っていうのが、まあ、紹介されていたと思います。だから、まあ、インドの個人認証と貧困層への、直接給付という話が、あります。これはインドでは2015年にデジタルインディアというものを始動させたと。で、個人の生体認証 ID 発行ですね、それと政府調達の透明化と、まあ、IT 化、それから遠隔教育サイトの立ち上げ、それから農業関連情報の透明化、その情報発信、それから e ガバメントを促進すると、まあ、そういうふうな形での、デジタルインディアというものが、まあ始動しているということです。そしてもう一つはですね、これもアフリカですが、ルワンダの団体が創設したもので、ミス・ギーク・アフリカ賞という、まあ、賞があると。で、これは科学技術、工学、数学を活用して新たな課題解決に貢献した女性たちを顕彰する賞だということで、応募資格がですね、15歳から23歳までと、非常に若いその層にですね、働きかけて、アフリカの女性エンジニアを育成すると、いうことに力を入れているという話があります。で、もう一つ、やはり地殻変動で、まあ、社会革新へという話の中に、その技術革新に至るには、その技術ができても社会で受け入れられるかどうかっていうのが問題になると。その技術の研究開発とともに、それいかに社会に実装して導入を図るかということが課題になっていると。まあ、例えば、そのインターネット端末のを低価格のものを量産する、そういった施策ですね、そういうものをいろんな試行錯誤しながら繰り返されていると。 まあ、そういったことを可能にする環境っていうものがまた必要になるわけですけれども、まあ、中国の場合、例えばデジタル化の実験場として、深圳の経済特区っていうのが、まあ、使われているということですね。まあ、そういう一つの、そういうことがあると。それから、もう一つは、まあ、デジタル化がもたらすリスクということで、これは、説明責任、説、あの責任の、いわゆる欠如した情報統制、あるいは、まあ、技術教育なき自動化、それによる不平等、
競争欠如による独占、これらをチェックするための基盤、公正性確保、技術教育、公正取引委員会の、プラットフォーム企業への行動もモニタリング、そういったことが必要になるということが挙げられていました。でもう一つ、新興国の飛び越え型発展の可能性、このいわゆる飛び越え型発展というと、まずすっと思い浮かぶのが電話なんですが、今まで有線電話でいわゆる全部、敷設していた、電信柱を立てて、やっていた、これが携帯になってですね、全くそういうことを必要しないで、新しい一つの、通信技術として非常に広く普及したということがありますよね。そういう一つのある面でのその飛び越え型の可能性っていう話が語られるんですが、その新興国のベンチャー企業、例えば南アジアの、配車宅配サービスを提供する、グラブっていう会社でしょうかは、決済サービスのほかにその毎日使う何でもアプリっていう、いわゆるこれスーパーアプリっていうふうに紹介していたと思うんですが、そういうものを提供してですね、地元民に、受け入れられると、そういうことで、ウーバーが撤退してしまうということが、あったということですね。それからアメリカで成功したベンチャーをその自分たちにとってどの時点で取り入れたらいいかっていうことを、考えて導入するタイムマシン経営というのが、行われていると。例えば、アフリカの、ジュミアっていう、これデジタル、企業なんでしょうが、これは、アフリカのアマゾンというふうに呼ばれていると。それからナイジェリアの、コボ、360っていうんでしょうかはトラック版ウーバーというふうに呼ばれていると。だから結局アメリカなんかのそのプラットフォームをですね、どっかの時点で取り入れて、その地域、国、エリアで普及させるということが行われていると。それから新興国では、今言ったような固定電話から携帯電話普及。もう一つ、中国では、その偽札、あるいはマネーロンダリングということは問題があったということで、キャッシュレス決済が普及したといった話があると。で、インドの高額紙幣の廃止と、電子化の推進も、その後発性が新技術導入の誘因になっているというふうな話が紹介されていました。それからもう一つは、飛び越え発展の可能性としては、有力な国内プラットフォーム企業を、いわゆる保護育成するっていうことですね。その GAFA のようなグローバル企業には、太刀打ちできないわけですから、まず保護しようというふうな考え方。で、中国のアリババ、ティンセントといった、大手 IT 企業の成長には、中国政府の設置したそのグレートファイアウォールというものがあって可能になったんだということですね。だから、やはり国内で保護育成するようなことをやはりやっていたということです。で、中国とインドのこの戦略的な違いっていうことが紹介されていて、中国は工業化のレベルでは開放型だった。ところがデジタル化では閉鎖型の戦略を取ったと。で、インドではそれが逆になっていると。工業化では閉鎖型で、開放型、デジタル戦略は開放型という形の戦略を取っていたと。で、インドのその開放型、デジタル化戦略
っていうのは、でアメリカ、中国のアマゾン、アリババが結局インドの中では事業拡大しているわけですね。で、まあ、最近はそのアマゾン規制が、まあ、厳しくなっているらしいんですが、そインドっていうのは外国の直接投資を規制して、外国企業の在庫型の電子商取引企業っていうのは、まあ、参入禁止を禁じていたと。で、インドは個人認証、決済プラットフォームといった、まあ、まず土台を作っておいて、その上で海外プラットフォーム企業に競わせる方式を取っていると。それで、海外企業には、課税を準備していると。まあ、ちょっとある面では、まあ、賢いやり方なのかもしれないということですね。そういう、またも、飛び越え型発展の可能性の一つとして、そのデジタル化を牽引する社会的な、能力という点では、まあ、実際経営者なり技術者なり、こう役人たちの力っていうものをやはり非常につけていかなくちゃならないっていうことがあると思うんですが、ここで規制のサンドボックス制っていう話が出てきて、まあ、例えば、いわゆるフィンティック、いわゆる金融領域ですね。で、そのサービス給のための次元的、地域的な規制緩和実験を行うと。だからまあ、時間と地域をある程度、場所を決めて、時間も決めて、そこではまあ非常に緩和的な実験を行うということで、まあ、その成果、データからどうやって普及させるかということを、まあ計画するということですね。まあ、実際こういうことは、まあ、ヨーロッパでも日本でも、まあ、実施されたということが出てきました。それから、まあ、ただ規制を破るっていうんではなくて、その当局と協調しながら乗り越えていくと。で、そのために必要な新たなサービスが、いかに公益に資するかといったナラティブ、物語が重要になってくると。まあ、例えば、まあ、ここでは電気自動車のテスラのイーロン・マスクの、言葉が引かれているんですが、テスラは社会の石油依存度を下げますという、まあ、一つの物語ですね。その公益にする考え方っていうものを発言して、その当局とに理解を、得て、その現在のハードルを超えていこうとするというふうな、まあ、そういうことだと思います。それからもう一つは、ベンチャー企業の未知のサービスの思考と、まあ、定着にはどうしてもリスクがある。で、まあ、例えば、まあ、失敗例として、中国のシェアサイクルっていうのは、これ、いわゆる自転車を、自由に乗り降りできるようなシステムを作ったところ、初めはものすごく成功して利用者も多かったんだけど、後になって惨憺たる結果があって、まあ、それがポシャったって話があるということですね。まあ、そういうリスクの問題で、どうしても産業育成と、まあ、そのリスク管理のバランスを、まあ、どうするかっていうことが、まあ、一つあるということです。それからもう一つ、これはエストニアの話が出てきます。エストニアっていうのは確かにデジタル先進国なんですよね。まず人口が132万で、2005年からインターネット投票など e ガバメントが、まあ、進むと。で、2002年に、国民 ID、番号カードが導入されると。そして、まあ、投票とか納税とか、まあ、還付などが、まあ、それをによって利用されていると。で、このエストニアに関してはですね、孫泰蔵っていう人、これね、孫正義の兄さんですね、が、つまらなくない未来っていうんで、エストニアについての本を
監修しています。これというふうに思ったんですけど、エストニアに行ってですね、タクシーに乗ったのかな、そしたらいわゆるその、マイナンバーの話をね、運転手、タクシーの運転手と話したと。そしたら、日本のマイナンバーは実はユアナンバーじゃないのかって、結局、その政府に 都合のいいな、個人認証システムなんじゃないかっていうふうに言われたって話が、確かそこに出てきました。それと、今度は、逆に、そのデジタル化にはリスクがあるわけですが、このリスクの問題を次に、挙げています。で、一つは、新興国の企業というのは、どうしても限界があると。どん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 、追い上げるように見えても、どっか限界があるということですね。それと、どうしても労働市場への影響っていうことを、ここでは取り上げていると。で、追い上げの限界では、どうしても基幹技術とインフラ部分っていうのは、結局先進国企業に優先権がある。当然も、先進国企業が開発して育ったもんですから、どうしたって優先権があると。で、そのデジタルな基幹技術っていうのは、その3つの層に分けられるっていうふうに言っていて、これ物理層、実際の通信ネットワーク、サーバー、記憶装置、演算処理装置ですね、そういった物理層のレベル、それからレイヤーですね、それからミドル層、いわゆる OS のところですね、PC があっても OS が、まず基盤としなくちゃならないと。で、アプリケーション層っていうのは、まさに OS の中にいるアプリケーションというふうなものですね。この3つの、レアがあるんだと。で、新興国企業の活躍の場っていうのは、基幹技術の中でもアプリケーション層で、その成長ができるかが問われるというふうな、そういう指摘です。それと、やはり、プログラマーの不足っていうのが、挙げられていました。そして、今度は、リスクとして、労働市場のに及ぼす影響ですけれども、やっぱデジタル化っていうのは、雇用創出力、効果っていうのは、それ大きくないということですね。自動化によって、雇用が失われると。例として、ミャンマーのワイシャツ工場の、生産ラインも、結局、自動化ツールが導入されるということで、結局、働く人がある程度、抑制されてしまうということがあると。あるいは、個別な単品の生産なんていうのは、今、3D プリンターの技術が非常に普及してますから、そういうもので代替されることで、人、労働者が必要なくなると。いうことですよね。がもう一つは、通信、情報通信技術産業は、直接生み出す雇用っていうのは少ないっていうわけですね。確かにそうだと思います。からデジタル化によって生まれる仕事、逆に生まれる仕事っていうのは、デジタルツール開発、あるいは IT 人材、そういうチーム、そういう人たち。それからデジタルクリエイター人材。それから C としては、ラストワンマイル人材。これは宅配分野などで、比較的、労働、実際の、足を使うような労働、手足を使うような労働だと思います。それからインフォーマル化する、雇用。これもですね、実際に労働協約が不完全で、労災雇用保険、あるいは社会保険の対象外に置かれた働き方というのは、もともとその新興国の中では比較的こういう働き方が、多くなっていたわけですが、
こういったものがデジタル化の中で、まあ、そういう働き方がもう多くなるかもしれない。逆に先進国もそっちの方にその移ってきてるということですね。フリーランスで働いてるっていうふうに言ってても、いろんな社会保険やなんかは非常に支えがないというふうなね、形に今なるということです。それから、まあ、競争を歪める、プラットフォーム企業のと、まあ、財閥の関係っていうのが、まあ、ここで上がっていて、この、その EU は個人がプラットフォームを移す場合、自由にできるデータポータビリティ権というのが、まあ、規定されていると、EU の中では。しかし、まあ、新興国では、企業が、まあ、ユーザーの囲い込みを、まあ、そういうふうに、囲い込みをめぐってですね、その競争者をその排除するような、その市場の支配権の乱用といったことが、まあ、非常に問題になるということが、確か、出てきました。それから、これは、まあ、例として、中国の企業間の争いが非常に頻発しているというんですね。アリババ問題、これ164ページのところに、確かあったと思います。で、もう一つは、まあ、新興国では結局コングロマリット企業や財閥企業、巨大な財閥があらゆる業種に向かって全部その企業化して抱え込んでいるということですね。そうすると、デジタル化を目指すベンチャーっていうのは、逆にイノベーションのジレンマになる可能性があると。結局、財閥はすでにいろんなものを持っているために、その取り組めないっていうわけですね。新しいデジタル化について取り組めない、あるいは少なくとも、今までの企業をどっかで切り捨てて新しいものに取り組まなくちゃならない、まあ、そういういろんなジレンマを抱え込むということだと思います。で、財閥系企業のそのデジタル化というものが、そのなかなか倹約として担えないということですね。いわゆる財閥企業っていうのが。で、もう一つ、ですね、まあ、以上のリスクを挙げたけれども、新興国では、その確かに財閥系の企業というの役割が大きいんだと。で、リスクをはらんでいるけれども、新興国ならではの、まあ、無難な、新興国では思いもつかないような、経済社会が生まれる、まあ、可能性も、まあ全くないわけではないというふうな、まあ、そういうふうなことを言っていたと思います。で、これ、まあ、リスク、もう一つのリスクとして、これ、デジタル権威主義とポストトゥルスっていうのが上がってたと思うんですね。この、地図はですね、インターネットの自由と不自由っていうんで、フリーダムハウスっていうところの、これホームページを見るとですね、2021年の、これグリーンが、いわゆるフリーの国、インターネットフリーの国です。それで、黄土色っていうか、茶色ですか、薄茶ですかね、これが、いわゆる、制限付きの、まあ、自由な国。そして、紫色のところが、フリーじゃない、不自由な国っていう、こういう一つの仕分けを、しています。はい、次お願いします。ここで、デジタル権威主義っていうんで、分断されるインターネットっていうんですが、確かに2011年の、そのアラブの春っていうのは、SNS から、まあ、広がった民主化運動だった。しかし、それ以降はですね、権力側がそのデジタル技術を使って、
社会の関心、世論というものを観測して管理統制を強めていくと、まさに中国がその代表だと。で、政治体制が原因でインターネットにアクセス制限が加えられている国っていうのが増えているっていうわけですね。で、このフリーダムマスの調査では、その2017年から18年にかけて65カ国のうち26カ国がで、まあ、自由が低下したと。それから18年から19年にかけては33カ国で、まあ、自由が、まあ、低下したと。で、2019年データでは自由にアクセスできるユーザーっていうのは 20% に過ぎないっていうんですね。で、部分的自由っていうのは 32%、 不自由っていうのはまあ 35% になっていると。で、世界のユーザーの 46% は当局によるインターネット、携帯ネットワークの遮断が可能な国に住んでいて、 71% はネット上に政治的、あるいは宗教的な投稿をすると拘束されるリスクのある国だというふうな、これがまあ今インターネットの現状だということですね。いやね、インターネット、まあ、確かに中国は確かに、Amazon とかそういうものはつながんない、 Google もつながんない、ということはまあ確かに、他の国、中東やなんかも本当につながらないっていうことですね。欧米のネットやなんかに全然つながらないようになってると。結局一番初めインターネットが始まった時はですね、制限できないんだっていうことが一つのものすごくこれからの可能性として、まあ考えられていたのが、これがもうまさにインターネットは制限された中でのインターネットだっていうことが今、これが実際だということだと思います。そしてもう一つは、まあデジタル原主義の一つとして、まあ以前も取り上げた幸福な監視者国家、これは梶谷さんですね、梶さん、高口さんが描いた、まあ中国の社会、これがまあ一つの非常にまあリスク、大きなリスクとしてあると。まあ、今、まあ、中国の一部地域では、道徳的な信用スコアというのは、まあ政府が運営しているということなんですが、望ましい行動にはポイントが付与されて、望ましくない行動は、まあ、減点されると。で、人々の行動を緩やかに変えていく、いわゆる行動経済学のナッジが使われているというふうなことを、まあ、ここで言ってます。それから、まあ、中国は2019年頃から、この道徳的な信用スコアというのは導入されていると。で、国家による行動介入というのは、まあ、他に比べて非常に最先端を言っているということですね。それから、まあ、デジタルの利便性と個人情報の交換という観点では、権威主義国家以外の国々でも問題になっていると。アメリカの巨大 IT 企業によるアルゴリズムによる統治というのが、まあ、それだと。まあ、EU のようなデータ規制をすれば、まあ、一定の歯止めにはなるけれども、国家がビッグデータを活用しようとするときに、プライバシー問題というのは非常に深刻な問題になってくるということですね。それからもう一つ、リスクに、そのフェイクニュース、ポストトゥルースですね。そのフェイクニュースと操られる民主主義という、そのポストトゥルースの潮流っていうのがあると、その客観的事実よりも、感情や個人の信念への訴えかけを重視するポストトゥルースが民主主義制度の国々でもデジタル化とともに進展していると。これは例のトランプの時代の選挙の時の
ケンブリッジアナリティカ問題というのがありました。まあ、世界でもう一つ蔓延しているフェイクニュース。これはイプソスっていうまあ調査機関、が取ったもので、調査対象の 65% がソーシャルメディアでフェイクニュースに遭遇したと回答したと。で、新興国ではより深刻だということですね。先進国、まあ、G8、まあ、そのフェイクニュース遭遇が 56%、ヨーロッパだと 54%、中東アフリカで 78%、ラテンアメリカで 77%、国別だとナイジェリアで 87%、インドネシアで 83%、ケニアで 81% となっていると。ほとんどが出てるニュースがフェイクニュースになるというような話ですね。まあ、まあ、2019年のインドネシアの大統領選挙に見られたソーシャルメディア上のフェイクニュースの拡散というのが、まあ、問題になったということで、このジョコ大統領というのは共産主義者だという、まあ、そういうあの、情報がですね、非常に拡散したということです。まあ、しかし、まあ、ジョコ大統領は、まあ、大統領の再選はされたということで、どういう影響があったかというのは、まあ、もう一つわからないんですけど、もう一つ、あの、やっぱりフェイクニュースな並びで、その東南アジアを中心に、そのフェイクニュース取り締まりの法律が、まあ、制定されたと。そのマレーシアでは2018年、シンガポールでは2019年、ロシアも2019年、法制化したと。まあ、しかし、これ適切に農作するかどうかは保証されていないと。結局、規制当局のその胸さ、こう、胸の内にあるっていう、まあ、恣意的な運用しかねないということがあるということですね。で、SNS 上の、まあ、情報戦という話ではですね、これは2014年のイスラエルの、パレスチナ侵攻の際に、そのパレスチナ側の少女、ファラ・ベイカーという、まあ女の子がですね、ツイッターを、流した。そのツイッターの中に、あの空爆の惨状というものが、まあこれは写真か映像か動画かで、まあ、流した。でそれがまあ世界中に拡散したということですね。それで、そのイスラエルでは、まあ、それにまあ相当ダメージを受けたということで、そのイスラエルではこういうそのナラティブに対抗するチームを立ち上げて、対策を、練っているということです。まあ、もう一つ、リスクとして、米中の新冷戦という、話が、上がっていました。その、まあ、経済技術面での米中の、そのデカップリング、まあ、分断というのが、まあ、顕在化していると。まあ、明らかなそのファーウェイ、5G 問題というのが、まあ、非常にあったわけですが、このファーウェイについてはアメリカも排除すると。新興国は、まあ、受け入れるという構図になっていると。まあ、確かに、ファーウェイは安くて品質もいいということでですね、新興国にとっては、ファーウェイを使いたいっていうのは、そういう動きが出てくるというのは、ある面では当然なんじゃないかと思います。が、まあ、中国の、いわゆるデジタルシルクロード構想、いわゆる一帯一路ですね、それにかませたデジタルシルクロードっていう、いわゆる、まあ、中国のファーウェイ、中高通信っていう、まあ、企業ですね、の、いわゆる、デジタルで言えば物理層を、まあ、そこが担って、アリババなどが、まあ、ミドル層、アプリケーション層を担う形で、その、シルクロード構想の国々にその中国のものを売り込んでいくというふうな、まあ、戦略です。で、中国
それではもう一つは、まあ中国は高度監視システムっていうのを各国に売り込んでるわけですね、アフリカなんか含めて。まあ、その調査、シンクタンクのフリーダムハウスが、の調査では、まあ、中国は18カ国にこの高度監視システムって、まあ、輸出していると。だから今までもういろんな形でその高度監視システムって、まあ、いろんな形で普及させようとしてるんだと思うんですが、すでに36カ国で言論の自由が抑圧しやすい状況がまあ作られているというふうな、この、フリーダムハウスでまあ指摘しているということですね。それから、まあデジタル分野でその新興国への中国の影響力というのはやっぱり非常にまあ大きくなっているというのは片っぽではまあ現実としてあるということだと思います。それから国家権力がデジタル化をまあこう抱え込む、戦力化する中で、果たしてそのデジタル化の利便性を最大化して脆弱性とリスクを最小化するなんてことができるんだろうかっていうね、そういう問いが、まあ、ここで生まれるということですよね。で、まあ、これはもうほぼ最後の方になると思うんですが、この定義される新興国と、まあ、その先進国っていうんですが、その、まあ、デジタル化が進むその新興国と、確かに、まあ、それほど進んでいない国っていうのが、まあ、その途上国の中にもあるわけですが、その中国、インド、インドネシアといった、まあ、人口大国では、そのデジタル社会化っていうのは非常にやっぱり注目されていると。まあ、その他、その、まあ、小さな小国の中でも、エストニア、ケニア、ルワンダっていうところでは、まあ、そのデジタル社会っていうものに対して、まあ、非常に、関心が非常に高いと。そうした国をデジタル新興国と、呼ぶことができるんではないかっていうのが、まあ、著者の、言い方です。で、この、例えば、まあ、再定義される新興国と先進国っていうんですが、結局、例えば QR コードを見るとですね、これは日本の企業が、これ、発明したわけですね。伝送が、QR コード、二次元の、QR コード、これを利用して売買決済に利用するという仕組みを作ったのはまさに中国なわけです。アリバやなんかがまあ作ったと、アリペイやなんかでまあそれを利用したと。で、それがまあ拡散し、世界中にまあ広がっているということですよね。結局その先進国がその作ったものを新興国が非常にうまくこう利用して普及させるという、そういう形が今生まれてきてるっていうことですね。それからもう一つこれはまあそのイン、人口規模とインターネット利用時間の面から見ると、そのラテンアメリカっていうのは非常に注目されるというふうにで言うわけですが、その資金力の面では、その中東地域の産油国っていうのは非常に強みを見せていると。だからその各国、その新興国って言ってもさまざまな一つの いわゆるデジタルの利用の仕方っていうのはいろんな違いがあって、それがまあ今後どういうふうに動いていくのかということが、まあ、一つあるということと、今までその先進国、新興国っていう捉え方でなんか済まない時代に、入ってきてるんじゃないか、特にデジタルの問題では、入ってきてるんじゃないかというふうなことだと思います。それとコロナですよね。コロナによる、まあ、デジタル化の加速ということがあると、まあ、確かにオンライン会議、テレワークっていうのが、普及し、まあ、拡大していったと。で、パンデミックにデジタル技術を応用した、
そのスマホの接触確認アプリっていうのも普及したっていうことですね。しかし、それ反面ですね、この接触確認アプリっていうのは、個人行動の監視にもつながるプライバシー問題を抱えてるっていうことがあるわけです。で、まあ、そうしたいわゆる不安を解消するために、そのシステムの運用者が個人を特定しない方法を、まあ、開発したと。それが、まあ、Bluetooth センサーを、まあ、活用した、接触確認アプリが、まあ、だということですね。で、個人情報に関しては、その、まあ、ヨーロッパでは、EU では、一般データ保護規則、GDPR っていうのが、まあ、施行されていて、ある程度個人は守られるところがあるんですが、逆に中国でですね、個人情報を保護すべきだっていう動きがあるということで、これは、まあ、実際今後どういうふうにやって、この監視社会と、個人情報の保護がどういうふうになってくるのかっていうのは、これからどういうふうに関心のあるところです。それから、まあ、危機の中で普及するサービス、特にコロナ危機ですね、やはりキャッシュレス決済、それからビデオ通話を利用した、まあ、遠隔診療、それから、まあ、リモートワーク、などが、まあ普及したと。確かに、確かにスーパーがですね、ほとんど電子マネー、それから、ペイペイとか、QR コードの、もう、ほとんどすべての、電子マネーを、受け入れられるようになってるっていうふうに、もうこれは本当1年ちょっと前にガラッと変わりました。それと、これ最後かな。日本の新興国に向けた戦略っていうんですが、まあ、日本が新興国に向けてできることは何かということなんですが、そのデジタル化の可能性と、まあ、脆弱性の両方にその目を向けたアプローチが、まあ、必要になるだろうと。で、可能性を最大化して、脆弱性を、まあ、最小化すると、いったアプローチなんだというふうに言うんですが、その著者はですね、あまり具体的な例を、ここでは、まあ、挙げていなかったと思います。まあ、それは、まあ、確かにそう言われればわかるんですが、具体的に何がその最大化になり、何が最小化になるかっていうのは、なかなか難しい問題じゃないかと思いますね。からデジタル経済と技術開発の、まあ、ルール作りですね。これは、まあ、日本もその目指すべき、デジタル社会っていう、あるいはデジタル、活用社会っていうものを想定して、それに向けて、そのやっぱり国際的な、人のルール作りに働きかけるべきだろうと。これは、まあ、確かにそうだろうと思います。それから、日本の社会的実装っていうのは非常に遅れていると。結局、日本にはですね、世界に通用するデジタル企業っていうのは、まだ、生まれてないように思うんですね。だから、まあ、結局、日本の、社会、経済社会の中では、デジタル経済には、まだ、きちっと踏み込んでないんじゃないかっていうふうに思うんですが、これは、後でまた、いろんな意見を聞かせていただければと思うんです。それから、コロナ危機の中で、まあ、諸外国は、医療機関から、その陽性患者の報告システム、個人番号に基づくマスク管理、販売管理、それから中小企業への融資や個人への特別給付金の、まあ、申請と支払いの、デジタル技術を活用したということが非常に目立ったというわけですね。ところが、日本では陽性報告システムは2020年7月の段階で4分の1の自治体で始まっていなかったということです。
そしてコロナ危機で日本のデジタル化の遅れが非常に明らかになったということですね。社会実装に関しては逆に新語から学ぶ必要があるんじゃないかっていうふうに、そういう面があるんじゃないかと。で、まあ最後に、これはもうちょっと私の個人的な、3点挙げますが、その新興国のデジタル化には確かに可能性と脆弱さがあるっていうふうに言われているけれども、いわゆる遅れを取った日本のですね、デジタル化において何が脆弱性となるのかっていうことを、まあ、そういうこと。それからもう一つ、デジタル化のリスクとしてですね、これこの本では全く触れてなかったですけども、今、諸外国からの政府企業へのサイバー攻撃ですね。これも大変な、やはり、攻撃を受けていろんなも、あの問題を抱えているというふうに思います。この脅威をどうやって、対処するのかっていうのはね、この本、直接本とは関係ないんですが、まあそういうことを、まあ、一つあるんじゃないかと。がもう一つは、まあ、これはまあ、この中でも何回も言った、日本でなんでこんなデジタル化が遅れたのかということを、まあ、そこをぜひ皆さんの意見を聞かせていただきたいと思います。とりあえずこれで、報告を終えます。